私たちのせいだね。違うぜティファ。何もかも神羅の奴らがやったことじゃねえか。そうだろう。いいな。バレット、マリンは無事だ。エアリスが言ってた。エアリス、あの捕まってた女か。うん、言ってた。どういうことだ。エアリスに頼んだの、マリンを助けてって。信じるぞ。いいか。おい、どこ行くんだよ。エアリスの家だ。5番街スラムにある。マリンはそこなんだな。他に当てはない。
いるって言えよ。希望を持たせろよ。いなくてもお前を責めたりしねえ。いや、そりゃちっとは文句言うだろうけどよ。ティファ、古代種って知ってるか？聞いたことはあるけど。生命学の本を読めば出てくるぜ。大昔星を開拓したって一族だ。星と語るとかそういうんだろう。それがタークスに狙われていた理由か。我こそ古代種の血を引き締め者、この星の正当なる後継者。また守れなかったな。喪失がお前を強くする。それでいいのか？どうしたの？何でもない。急ごう。チョコボが震えちまって動かねえよ。待て、やり過ごそう。信じらんねえ。あいつら何してやがる。仕事だろうが、マリンのことだけ考えろ。今はな。見つかったか？ノッカー、屋敷の中を捜索中です。ひどいことになったね。こっちに被害は？七番街に比べたらどうってことないよ。砂ぼこりぐらいさ。ジェシーは市中にいたんだよな。二人とも怪我で動けなかった。でもウェッジは下にいたよ。そうか。よしよし、怖がらなくていいからな。あいつら探しに行かないと。俺が探してやらねえと。うん。クラウド、後で付き合え。ああ。
すごい地響きだったな。もう五番街だよな。早くマリンに会わせろよ。ああ、スラムの外れだ。もう少し。もっと早足、全速力。あんたに合わせてる。下敷きになったスラムはどうやった？すっごく揺れて、でっかい音がしたんだ。あの家だ。マリン！マリン！マリンは？マリンはどこにいる？バレット。すまねえ。俺はバレット。マリンの父親だ。マリンはおかっぱ頭で、天使みたい可愛らしい顔をしてる。服はピンク。今日はピンク。2階で眠ってるよ。眠ってるからね。私たちも行こう。顔見て安心したいな。騒いで起こすんじゃないよ。マリン、よかった、無事で。エアリスはシンラに行ったよ。すまない。エアリスにマリンのことを頼んだのは私です。知り合ったばかりなのにとてもよくしてくれて、だから甘えてしまいました。あんたらのせいじゃない。遅かれ早かれこうなる運命だったのさ。古代種だからだな。あの子から聞いたのかい？よほど信頼されてたんだね。そう、エアリスは古代種、古代種の生き残りらしい。私は違うよ。あの子は実の娘じゃないんだ。15年前のことだ。夫は最前線に配属された兵士だった。休暇で帰るという手紙を受け取って約束の日駅まで迎えに行ったんだ。でもあの人は帰ってこなかった。何か良くないことがあったのだろうか。いや、休暇が取り消しになっただけかもしれない。祈るように毎日迎えに行ったよ。そこであの子と会ったのさ。ウォールマーケットから逃げてきたのか、それともプレートにいられなくなったのか、たまに見かける光景だった。
エアリスを安全なところへ。そう言い残して彼女は死んだ。夫は帰らず、私も寂しかった。だからエアリスを連れて帰ることにしたんだ。私たちはすぐに仲良くなれたよ。よくしゃべる子でね。いろいろ話してくれたよ。どこかの施設から母親と逃げ出したこと。お母さんは星に帰っただけだから寂しくなんかないってこと。星に帰った、生命学の考え方だ。私には意味がわからなかった。夜空の星かって聞いたら、違う、この星だって言われて。まあ不思議な子だったね。お母さん、泣かないでね。エアリスが突然言い出した。何かあったのかって聞いたら、お母さんの大切な人が死んじゃったよ。心だけお母さんに会いに来たけど、でもやっぱり星に帰ってしまったの。私は信じなかった。でもそれから何日かして、夫の戦死を知らせる手紙が届いた。とまあこんな具合でね、いろいろあったけど幸せだった。ところがある日、エアリス、君は大切な子供なんだ。古代種の血を引き継いでいる。私はもちろん聞いたよ。古代種って何だってね。古代種は地上の幸福が約束された土地へ我々を導いてくれるのです。言い伝え、何かの比喩、いろいろな見解があります。しかし我々は文字通りの真実としてそれを信じています。シンラカンパニーはぜひともエアリスの協力を。違うもん、古代種なんかじゃないもん。でもエアリス、時々誰もいないのに声が聞こえることがあるだろ。そんなことない、うん、思い当たることがいろいろあってね。ああ、この男が言っている話は本当なんだろうと思ったよ。居場所を知っているのに誘拐もせずに待つなんて、タークスらしくないな。エアリスの自発的な協力が必要なんだとさ。だからシンラに連れて行かれたと言ってもお客として扱ってもらえるはずだ。用が済んだらすぐに返してくれるだろうよ。どうかな。何をしよってんだい。ことを荒立てないでおくれ。エアリスまで失うことになったら、私はもう。頼むよクラウド。お母さんの言う通り、用が済めば帰ってくるかもしれない。だからもう少しだけ待ってみない？七番街スラムに戻らねえか。やることいろいろあんだろう。
セブンスヘブンも確認しておきて。うん、わかった。7番街スラムのゲート、瓦礫で埋まってたよね。どうやって入る？公園から地下通路へ降りよう。おお、あれが。公園もダメじゃない？別のルートがある。エアリスから聞いた。さすが古代種だぞ。深い意味はねえよ。まだドキドキしてる。だって本当か。物騒な世の中だからこそいい武器を持たねえとな。クラウドさん、やはりご無事でしたね。この状況を乗り越えられるような新たなマテリアを生み出していきましょう。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。
き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。7番街で事故が起こったんだって。マテリアは災害時にも活躍しますよ。すごい地響きだったな。これって事故じゃないよね。あそこだ。ようやくまともな空気が吸える。くそ、なんでこんな。ほら、あともうちょっとだ。すぐそこが6番街だからな。あそこにはいられないだろう。いっそ助からなければ。バカ言うな。今までだって何とかやってきたじゃないか。あたか。さっきよりも近いな。おい、助けが必要な奴はいねえか。どうぞ。マルさん、あんたたち行くぞ。せーの。よかったな。ありがとう。本当によく無事だったよ。これからどうするんだい。さあな、俺たちにできること見つけるさ。店へはもう行ったのかい。いや、確認してきたらどうだい。じゃあまず店だ。それから考えようぜ。道なんてないようなもんだからね。足元に気をつけていきな。おい、誰がいねえか。その顔ならマリンは助かったんだぜ。誰かいないか。おい、助けに来たぞ。聞こえてたら返事をしてくれ。誰か返事をしてくれ。おーい、
ウェッジの猫だ。何？行ってみよう。行くぞ。せーの。今行くからな。そこで待ってろよ。死んだくせえな。ウェッジ。ウェッジ。作りやがってこんなとこ。なんでアローがぶっ潰す。こっちか。はあ。まだまだ。ほら。はあ。来ないな。
のどんだけ持ってんだよ。暴れがいがあるってもんだ。邪魔見やがれ。あばよ一丁上がりってな。そこだ。負けっかよ。おだおだ。ほら。どんなもんよ。手に行くぜ。狙うぜ。たまるわけにはいかない。はあ。
悪いな。えっ、行くよ。かかってきなさい。大丈夫だろ。こいつらを片付けんぞ。勝負ありか。頼むぞ。エラーゼ。決まった。ああ、こんなもんよ。オラオラ。食べた。怪我はねえか。うん、大丈夫。よし。まずはウェッジだ。急ぐぞ。
かなったか。次に行かそう。心配いらねえ。あいつはとんでもなく頑丈だ。今頃いびきをかいて眠ってるさ。戻ったら美味しいものいっぱい食べさせてやる。このおうよっしゃ当てる、うん、どうだ余裕力だぜ。
ウッディ。大丈夫。本当か。この野郎、心配させやがって。ありがとう。よし、行こう。Thank you.
だぜ。
出番だ。遅れてきて指図してんじゃねえ。うわ、よっしゃ。よくここが分かったな。銃撃の後をたどった。あんなことをするのはあんただけだ。へへ。どけどけ。安全な場所に移そう。他のことはその後。おう、そうだな。よくやった。ウェッジのこと任せていいか。俺はここで仲間を待つ。ウェッジが生きてたんだ。可能性はゼロじゃない。俺は支柱の上でジェシーとビッグスと話した。だから二人の状況は知っている。帰ってくる可能性は。でもよ、星に帰ったんだよ。帰る場所は間違いやがって。立ち止まってたらあいつらに笑われちまうな。うっ、重てえな。